はい、スタートいたしました。浦和レッズ議論するラギチャンネルです。今回は高根にゲストに来ていただきました。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速ですけども、まず簡単な高根の自己紹介をお願いします。はい、あの浦レポ、浦和フットボール通信でレッズの取材をさせていただいております河合貴子です。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。で、今日なんですけども早速なんですが、2021シーズン浦和レッズ初練習初取材。そうなんですよ、もう心が踊って踊ってもうワクワクしました。そうですね、もうね、始動して4日目なんですけれども、いやーね、緊急事態宣言がね発令されていなければ、本当に浦和愛する人たちに練習を見てもらいたかったなーっていうふうに思うぐらいワクワクドキドキするような練習内容でした。だからそれをね、見に来れない人たちのために一生懸命伝えていかなきゃいけないなって、改めて身を引き締めて、あの大原練習場の方に行ってまいりました。はい、じゃあ早速です。まず今日の大原の久しぶりの雰囲気ってどうでした？始まったなっていう感じがしましたね。本当になんかいつ以来なんだろう、もう1ヶ月以上大原行ってないんで、はあ、始まったって。あと朝はやっぱ冷え込んでたので、はい、ちょっとこう凛とした感じ、空気の張り詰めた。ちょっと続いてですけども、実際その大原に行って今日練習を取材されたと思うんですけども、リカルド・ロドリゲス監督、新監督初対面、第一印象いかがでした？面白い。面白いんですか？面白い。それは何が面白いんですか？あのね、この時期って、はい、こうどうしてもこうフィジカル系素走りが多かったりとか、サーキットトレーニングをしたりとかっていう、持久力上げていこうとかっていうようなことが多い中、今日が4日目でしょ、はい、まあ、そういうサーキットトレーニングをした日もあったそうですが、はい、今日の練習は、まあ、午後の練習がないっていう部分もあって、約2時間みっちり、はいはい、もうシーズン途中って思うぐらい、はい、こうボールを使ってゲーム形式を織り交ぜながら、ボールを使ってちょっとこうリカルド監督の目指すサッカーを選手たちに落とし込んでいくっていうような、それでなおかつ練習の最後20分ぐらいコートをちっちゃくしたんですけれども、はい、そこの中でのミニゲームは、うわこれってきついだろうな、うわ選手すんごいきついだろうなって思うぐらい、はい、こう心配を上げていくゲームの中で、でなおかつすごいもうゴールを目指せみたいな部分も見えて、非常に攻守の切り替えが早くて面白かったですよね。面白いっていうのは、じゃあいきなりこの練習 4日目だけども、トレーニングがいきなりミニゲームで面白いという面白い。そうで、そこの中でちょっとこう、はい、うまくいかなかったりとかするとフリーズをかけて、はい、ここはこうだろって選手に考えさせるような感じ。今ねノート見ててもね、広がったところをうまく使おうとか、はい、ゴールキーパーに入った時点でこうプレスをかけるっていうところとか、あとねゲーム形式、ちょっとコートの4分の3って言ったらオーバーかな、そのぐらいのピッチの広さの中でバイタルエリアのところに点点点点点ってピッチに点が書いてあるんですよ、はい、点線が。この点線って何なんだろう、ディフェンスラインの立ち位置なのかななんてこうずっと練習を見てたら、この点線よりも、まあ、ディフェンスラインは前に設定をして、そのバイタルエリアに入ったら攻撃側は5秒以内にシュートまで持っていくっていう、そういうところとか、相手がじりじり来たら背後を狙っていこうとか、相手がこうプレスをかけてこう押し上げてきてじりじり来て、ちょっとなかなかうまくボールがつながんないなっていう時は背後を狙っていこうとか、あとボールを、はい、失わないためにはどうすればいいのかっていうことを選手たちに求めてましたね、はい、なんかすごい。じゃあ いきなりミニゲームですごく楽しい練習取材だったということですよね、いろいろ分かって見てて面白かった。でレオナルド選手ちょっとうまくいってないなって思って見てたら、そのゲームが終わった後に、はい、もうすぐ
リカルド監督はレオナルド選手のとこに行って、はい、声をかけてコミュニケーションを取ってましたね。お、こういうところって素晴らしいなっていうふうに思いました。でちょっと続いてそんな練習ですけど、新加入選手今年たくさん、まあ、あの新卒の方選手も含めてたくさんいらっしゃいますけれども、皆さんどうでした？新加入選手の様子、溶け込んでました？うまくこうチームに入っていってました？4日目で、はい、まあ、もう西選手はもう我が道を行くみたいな感じで、あ、やっぱベテランで、ね、鹿島とか神戸とかこう渡り歩いてきただけあるなっていうぐらい、はい、まあ、我が道っていう言い方はあれなのかもしれないけど、もうすっかり溶け込んでましたね。そういった中でも小泉選手とか木本選手とかは目立ってましたね。やっぱプレーっていうかゲームの中でも小泉選手はやっぱりパスで目立ってました。パスで目立ってて、その杉本健佑選手に出したパスがタイミングちょっと合わなかったんですけど、あ、面白いとこ見てたなって。で、あの受け手側だった杉本健佑選手も OK って言ってこう親指立てて、自分の動き出しがちょっと遅かったっていうような感じで OK、 今のタイミングで次もう一回ちょうだいみたいな、うん、でそういうの聞いてるとドキドキするでしょ。そうですね。で小泉選手面白いなと思ったのは、あとボランチの位置からこう前線を追い越してシュートまで行くシーンもあったりとか、あと秋元選手もガツガツ行ってましたね。ここと思った瞬間にもうシュート打ったりとかで、まあ、レオナルド選手はやっぱり一発あるなっていう風にも思わせてくれるシーンもありました。ちなみに秋元選手はどこのポジション？ワントップ、まあ、スリートップって言えばいいのかな、の真ん中やったりとか、あとスリートップの右シャドウって言えばいいのかな、まあ、ちょっとね、システムが変則的、まあ、人数の関係でやったりとかしてました。じゃあちょっと新加入選手で目立ったのはもう西選手はまあ別格で、その他だと小泉選手と秋元選手がまあ今日だと目立ってたと。そうですね。田中達也選手ねとかね、まだまだかな。あと伊藤敦樹選手も目立ってましたね、ボランチで。新卒の琉球から来たレッドユース出身、いや、やっぱ琉球の選手は即戦力になるなっていう風に感じさせてくれるところがあって、ちょっと嬉しかったです。じゃあちょっと続いてですけども、その新加入以外で、あの去年からいた、ずっといた選手の中で、あの今日目立ったなっていう選手いました？柏木陽介選手です。おお、いや、早めに手術して本当に良かったねって言いたいぐらい、はい、うん、良かったです。良かったっていうのは、なんか体のキレがいい、なんかやっぱりこう、それともリカルド監督のサッカーで生き生きしてるという感じなんですか？うん、まあ、体のキレも良かったし、はい、わ、柏木選手だよねっていうような、もう背中がね、ゾクゾクっとするようなあのパス、これって柏木選手の本当に一番大事にしてるスキルの特徴の一つだよねっていうぐらいのスルーパスがポーンって出た時は、思わず体がゾクゾクしました。あと武藤選手もやっぱり切れてたな、うん、ちょっと戻っちゃいますけど、柏木選手ってミニゲームだと88だとどこ、ボランチとかですか？ボランチです。あ、ボランチです。ボランチで柏木選手は柴戸選手と組んでました。そう思うと、じゃあ、まあ、小泉選手とかとやっぱ競ってる感じなんですかね？競ってますね。小泉選手と西選手がボランチで組んで、おお、すごい。武田選手と伊藤敦樹選手がボランチで組んでっていうようなでした。あと、そうそう、はい、橋岡大樹選手が、ま、あの3バックだったんですけれども、はい、ミニゲームだから3バックの真ん中をやってました。おお、やっぱりじゃあ今年はセンターバックじゃないかと。ちょっと期待したいなっていう。でその中で、ね、ボランチが1枚こうディフェンスラインに下がってゲームを組み立てるっていうようなこともあったし、牧野選手がこうね、ストッパーなんですけれども上がっていく、まあミニゲームですからフルコートではないので、でも上がっていくシーンとか、いや、迫力ありましたね。あとはでも岩波選手がゴール前で体を張ったシーンとか見たら、お、これが背番号4番だっていうふうにも思わせてくれたし、ね、こうやって聞いてるとすっごいワクワクしてくるでしょ。というところで今回は、まあ、ちょっとなんか、あの高値的にはこの後は裏レポで書くということですよね。はい、はい、ちょっとで、まあ、
沖縄行ってフィジカル系のことをやっていくのかもしれないし、はい、現時点ではお伝えできるのはとにかくリカルド監督の練習はボールを使ったところから始まってゲーム形式の中で目指すサッカーを分かりやすく落とし込んでるな、その中からこう心肺能力を上げていく、ゲームで公式戦で戦える体を作っていくっていう部分なのかなって思いました。まあ、とにかく横一線のスタートなので、はい、これからどうなっていくかっていうのを目が離せません。じゃあちょっとそのあたりのことはこの後高根が書く裏レポで見てくださいという、お楽しみにしていただきたいと思います。で、裏レポでは今日の練習レポート以外にもこの後予定されて沖縄キャンプの取材もしていく予定なんですよね。あの裏レポとしてはやっていく予定です。で、あの現地から選手のズームの取材とかっていうのもありますし、はい、いろんな形で浦和レッズを今シーズンも追いかけていきたいと思います。こちら裏木チャンネルの方も引き続きいろいろとオフ企画、まだ実は編集してないものがまだまだありますまだあるんだ。まだあります。こちらの方もあのたくさんぜひ登録していただけたら、モチベーションアップしてなんとか2月上旬までに全部公開したいなと思います。ぜひ登録お願いいたします。一言ちょっと最後の締めでお願いいたします。最後に、あの今シーズンまだ始まったばっかりでここからだと思います、はい、あの皆さんね、興梠選手はどうしてんだろうとか、はい、気になるところもあると思いますけれども、とにかく新体制でスタートした3年計画の2年目、浦和レッズがどんな風になっていくか、ぜひ注目をして、そして皆さんと一緒に応援して戦っていきたいと思います。今シーズンもよろしくお願いします。はい、どうもお忙しいのかありがとうございました。